ウルさん、やはりこのアスリートとしても、こういうね、こう、年齢を重ねても、こういう肉体を作っている選手というのは、やっぱりいました、ね、はい。クリーンボーイですか。いや、この試合、やっぱり、本当緊張して、きちんと考えて、だから、お雑煮は、ああ、そう？北斗警物なのよ。お米食べた方がいいですか。そうですか。象徴です。この丸藤がもう守り続けてきたから。かなりタッグに対して井上さん、斉藤慶二選手もこの意欲的ですよね。そうですね、やはりプロレス独特ですからね、タッグマッチ。ストーリーの体だったわけであります。伊藤とマルチ。おっと、ストライク。この戦いに照準を絞っていました。おお、望月も返します。やられたの男望月、男正明がいきます。しかし、おっと、トラスキック、そして、あれで、スピンキックです。してみると、シャイニングウィザードで、持ち続きを返した。持ち続きが、タップするか、タップした、タップした。